れてありがとうございます。わー、あなたの心を丸かじり、フレッシュリップスの大和なでしこ担当、かりんです。さつ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 、あなたの臓器を丸かじり、フレッシュリップス人見知り担当、エフォールです。と、エフォールは申しております。皆さん、盛り上がってますか？サツ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 、奥の方声が小さい、もっと元気よく、と、エフォールは申しております。大きな歓声、ありがとう存じます。それでは、フレッシュリップスのド定番、運命のチョコレートクッキー、いきまーす。さっさーつ。それでは、本当に亡霊たちが舞踏会を？まあ、そうと言っても過言じゃねえが、道路工事のライト的なもんが、こう…人玉？無理無理無理！やばいよ！さっさと帰ろうよ！人玉じゃねえけどさ、お前らも見てみろよ。見ればわかる。やだ！私は絶対見ない！何か訳がありそうですわね。わかりました。少し覗いてみます。これは一体どういうことですの？あら、そこにいるのはティアラさん、それにファングさんとアリーさんまで。あなたたち何をしているのですか？見ての通り、アイドル活動です。私とエフォールは、地下アイドルフレッシュリップスとして活動中なんですよ。見てってもいい。はぁ？何なのよ、これ。まず、地下アイドルって何よ？地下アイドルというのは、レッスンで、ライブやなどの勝ち抜いてトップを目指す、シンデレラストーリーなのです。それ違う。アイドルは活で回ったり回ったり、苦難を経て、ゆくゆくは死なの。だー、そういうネタは危険だからやめろ。アイドルには実質があります。地下アイドルな、やめて！お願い！よくわかんないけど、なんで体育館でライブやってんのよ。お金、ないから。場所を借りるには、お金がかかるでしょ？でも体育館ならタダなので、こっそり貸してもらっているんです。自由すぎるでしょ！あなたが言える立場ですか？たく、どいつもこいつも。それよか、エフォール。さっきサツサツとか言ってたが、ありゃなんだ、キャラ作りか？だって恥ずかしいから。エフォールは舞台に立つと緊張してしまって、サツサツとしか言えなくなってしまうんです。可愛いですよね。多分お前はこの世で一番アイドル向いてないんだ。あ、なんだ、いきなり照明が落ちたぜ。どうしたんでしょう、停電でしょ。カリ、どうかしたか？あんた、何？やめて。何？何が起こってんの？パンクさん、懐中電灯を。なあ！嘘。そんな。誰も、いない？嘘だろ？さっきまであんなに大勢の人がいたんだぜ！エフォール！カリン！いるでしょ？返事して！物音一つしませんわ。どう考えてもありえねえぜ、この状況。
まさか本当に亡霊たちの呪いか？いやー、早く私たちも出よう。呪われちゃうよ。きっと興味本位で七不思議を探ったりするから、お化けが怒ってるんだよ。落ち着いてください。目の前でたくさんの人が消えたのです。このまま私たちだけ逃げるわけにはいきませんわ。まだ近くに、おそらく校内にいるはず。私たちで彼らを探しましょう。今ならまだ助けられるはずですわ。そうだな。見殺しにすんのは夢見が悪い。冗談でしょ。私は帰るからね。引き止めませんわ。それが賢い選択です。じゃあナーリン、俺が戻らなかったらベッドの下に隠してある俺の癒しを処分しといてくれ。バカ、一人にしないでよ。